皆さんこんにちは私は大阪シオン協会の足立孝夫と申します今日は10月の3日火曜日新元2章の1節から22節人生を左右する私たちの選択というテーマでご一緒に御言葉を学んでいきたいと思います 信玄、二章、一節から二十二節。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りに呼びかけ、英知に向かって声を上げ、銀のようにこれを探し、 隠された宝のように探り出すなら、その時、あなたは主を恐れることをわきまえ知り、神を知ることを見出すようになる。主が知恵を与え、見口から知識と英知が出るからだ。主は正直な人のために、優れた知性を蓄え、誠実に歩む人たちの盾となり、公正の道筋を保ち、 主にある敬虔な人たちの道を守られる。その時、あなたは義と裁きと公正を、また全ての良い道筋をわきまえ知る。知恵があなたの心に入り、知識が魂に喜びとなるからだ。資料はあなたを守り、知はあなたを保つ。それらはあなたを悪の道から。 ねじれごとを語る者たちから救い出す。その者たちは、まっすぐな進路を捨てて、闇の道に歩み、悪を行うことを楽しみとし、悪しきねじれごとを喜んでいる。その進む道は曲がり、彼らは道筋を誤る。また、資料と H は、あなたをよその女から、 言葉の滑らかな見知らぬ女から救い出す。この女は若い頃の連れ合いを捨てて、自分の神との契約を忘れている。彼女の家は死へと、その道筋は死者の霊の国へと下る。この女の元へ行く者は誰も帰ってこない。命の道に至ることはない。こうしてあなたは善良な人たちの道に歩み、 正しい人たちの進む道を守る正直な人たちは地に住まいを得全き人たちは地に生き残るしかし悪しき者たちは地から立たれ裏切り者たちは地から引き抜かれるさて私たちの人生は選択のの連続ですよね、えー、人生のいろんなところで選択を迫られます。 どんな職業に就くかとか、誰と結婚するかとか、まあ人生を本当に揺るがすような大きな選択もありますし、また今日ね、夜何を食べるかっていうのも私たちの選択であります。えー、選択するときに必要なものがあります。それは何かというと、知恵ですよ。知恵がなければ正しく良いものを選択することができません。勉強して、 ね、得る知識ですね。知識だけでは人生の選択はいつも正しいものを選び取ることができないんです人間は全てのことが分かっているわけではないでしょう。だから神様から与えられる知恵が必要ですよ。神が与えてくださる知恵を持っているからこそ私たちは、ね、ここぞという時に正しい方を、ね、私の人生にとって必要な方を選び取ることができます。 隠された宝を探し求めるように知恵を求めると今日の箇所に書かれてありますけれども私たちは人生において必要な知恵を求めそしてそれを神様からいただかなくてはならないんですよ神様からしっかりと受け取らなければなりませんさあそしてこの知恵を私たちがしっかりと求めて受け取ったならば神が与えてくださる豊かな恵みがありますって書かれているのが今日の箇所なんです さあ、三つのことをお話したいと思いますが、一つ目は、神様が与えてくださる知恵を得ることによって与えられる恵み。一つ目は、神を知ることができるということです。五節見てください。その時あなたは主を恐れることをわきまえ知り、 神を知ることを見出すようになるということですね。つまり、知恵を得ることによって、神様がどういうお方であるかということを正しく知り、悟ることができる。これは信仰者にとってとても大切なことです。神様が私の都合よく願い事を叶えてくれるだけのお方だと、ね、最初はみんなそう考えてますよね。でも、それでは神を正しく理解していることにはならないです。 神は時には私たちに試練も与えますし、苦しみを通らせることもあります。しかし、神の愛によって私たちは育くまれ、導かれているわけです。ですから、神様が一体どういうお方であるかっていうことを正しく受け止めるためには知恵が必要です。感情ばっかりではダメなんですよ。ね、楽しいとか嬉しいとか、こっちの方がね、自分が ね、えー、聞きやすいとか、まあ、いろんな、私たちの感情がありますが、感情だけではなくて、知恵によって、神様を正しく受け止めるということが大切です。私は33歳の時に、教会に初めて来ました。神のことは全くわからなかったですし、またそもそも信仰に対して興味があったわけでもありませんでした。しかし、まあ、家内に導かれるままに、教会に えー、集い続けました。そして、まあ、いつの頃からか信仰を持つようになったわけなんですけれども、その中で、えー、その時はね、ああ、僕もクリスチャンになったな、ぐらいの思いでありましたけれども、しばらく経って思ったことがあります。ね、私の人生は、この神の導きによって、180度変えていただいたな、っていうことなんですよ。もし、神を正しく知ることができなかったら、本当に私はねえ、ね、 教会なんか、また、信仰なんて弱い人がね、自分で自分の問題を解決することができない人が行くところなんだって、そんなふうに思ってましたから。だから神を正しく理解することができなかったんです。もしあのままだったら私はきっと神を知ることも信じることもありませんでした。しかし少しずつ少しずつ導かれて正しく神様を知ることができました。でもそれは私が ねええー、聖書を読んだからとか、私に知恵があったからではなく、神の知恵が私のうちに宿ったからなんですね。この知恵をいただくことによって、私たちは正しく神を知り、正しい信仰生活を歩むことができるようになります。さあ、二つ目です。二つ目は、 神の知恵をいただくことによって、私たちは正しい道に導かれるということですね。正しく導かれていくことができます。旧説です。旧説。その時、あなたは義と裁きと公正を、またすべての良い道筋をわきまえ知る。道筋、人生の道ですね。人生の道を神様から悟らせていただくことができるようになると。 何が良いもので何が悪いものなのかって私たちは自分で判断しながら、ね、いいものを選び取ってるつもりですけども我々は何が良くて何が悪いかっていうことを本当は正しく、ね、選択する力がありません都合の良いものを選び自分が得するものを選び自分の仲良しの人たちと一緒になって選んでしまうつまり常に感情に作用されてるんですよ 本当に良いもの。それは、ね、今、今は苦しく見えるかもしれませんけれども、その先に、すごい大きな恵みがあるというようなこともありますからね。だから私たちはいつも正しいものを選ぶ、取ることができないんです。エデンのその出、エヴァは、善悪を知る木の実を取って食べてしまいました。なぜ彼女がそれを食べたのか。それは、目に麗しく、美味しそうで、そして、神のようになれる。賢くなれると思ったからですよ。 しかし、その判断基準は、エヴァの感情でした。本当の正しい基準は何だったのかというと、神様がその前におっしゃった、そのの中央にある善悪を知る木の実は、取って食べてはならないという、神様の命令。これこそが正しい基準だったんですよ。だけどエバ、ね、エヴァの人間的な基準が、彼女の人生を狂わせました。そして、結果的には、それはアダムの人生も狂わせることになりました。 自分で選び取る。私の判断。これは大きな間違いにつながります。神の知恵をいただくことによって、私たちは正しい道を歩むことができるようになる。これが二つ目です。そして三つ目。三つ目は、神の知恵をいただくと、悪の道から救い出されるということです。十二節ですね。それらは、 あなたを悪の道からねじれごとを語る者たちから救い出すって書いてあります。私たちの人生はいろんな問題が起こりますし、何よりも問題だけではなくて常にサタンが私たちを攻撃しているわけなんですよ。この罪と死の力から逃れて正しいものを選び続け、そして正しい神様に、神様の御心にかなう正しい人生を歩むためには知恵が必要なんですよ。 神の知恵がなければ、私たちは誘惑に負けて、ね、曲がった方へ、間違った方へ、悪の道へと歩んでしまいかねません。20節ご覧ください。こうしてあなたは善良な人たちの道を、道に歩み、正しい人たちの進みを、進む道を守ると書いてます。そう、正しく神様の ねえー、神様からの知恵を受け取るならば、私たちは正しく歩むことができます。常に選択しなければなりません。神様に従い、神の知恵に導かれて、正しい道を歩むのか、それとも自分で考え、自分の得するものを自分の判断で決めて、悪い悪の道を歩むのか、どっちかなんですよ。だけど、こんなものは、もう言うまでもないんです。だから私たちは常に、 神の知恵に聞き従いながら、神様の御声に聞き従いながら信仰生活を歩むこと。これこそ私たちが選ばなければならない道だということ。どうぞ皆さんしっかりと心に覚えて、主に聞き従う信仰生活を送ろうではありませんか あなたは自分の選択が常に正しいと思っていませんか自分はいつも正しい方を選び取ることができる、そんな力があると思っていませんかそんな人はいないんですよ。私たちの人生の中にはいろんな選択があって、それは、ね、複雑で私たちが知ることもできないような難しい選択がいっぱいなんです。だから常に正しい選択をするためには神の知恵が必要です。 神の御声に聞き従う素直な信仰が必要です。どうか幸せな人生を送るために神様の知恵に聞き従う者になっていただきたいと、そのように思います。お祈りしましょう。愛する主よ心から感謝します。どうか私たちが神の知恵に生きるものとなるように主をお導きください。私たちの感情は、私たちの思いは間違った選択をさせます。 だからこそ、主を見上げ、神様、あなたにお従いして、私たちが常に人生の正しい選択をすることができますように、あなたがお導きくださいますようお願いいたします。主から与えられた知恵によって、正しい道を歩み、神様に喜ばれる、また幸せな信仰生活を歩むことができますように導いてください。一切を主に委ねて、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。